臨在寺は、臨在州東福寺派で、愛知県豊橋市、東田町にある唐津小笠原家の三河、吉田藩時代の菩提寺である。三号は一万年山。本尊は、釈迦如来座像。寺名は、中国臨在州の宗祖臨在起源に由来する。昭法二年、九州文豪国筆記藩主小笠原行き守るただと萌え、天保になり、 岐阜藩の草原寺を三河国吉殿へ移したことにより東山は始まる。ただともを継いだ山城守長則は漢文四年に現在地へ移転し、一万年山、臨在前寺と改名し東福寺二百四十世の虎白大、仙前寺を誕生した。海山は日東大、日の出禅寺。東山は小笠原家の菩提寺となり、この二人のほか、野と守長友。 沢渡守流重の病がある。そのため市民は、殿様寺と呼んでいる。また、道と海国掛川藩主となった、山城守町用の母大寺でもある。かつては七道河欄を持つ大寺であったという。この小笠原家は後に、初代、忠友の長の町景、の守忠正を治むの子孫を養子に入れ、被然国から図藩で、明治維新を迎えた。そして、この家は、 江戸幕府の霊法を預かる赤沢氏系小笠原氏三階回筆二十文字の門所の本家筋である、信濃国守護大名の末裔の僧侶家、初代、忠友の寺系小笠原忠曽の九州部全国国ら藩の分家であり、家紋は僧侶家と同じ三階回筆の門所である。また、初代忠友が茶の湯の戦争端四天皇の山田僧兵を召し抱えたこともあり、 総編流佐道とも縁のある寺である。総編流佐道の一派、佐道総編吉田流が、東山に本部を置いている。しかし、明治の廃仏希釈や昭和の豊橋空襲を経ていて、現在の寺院は、終戦後に再興したものである。江ち子ども園を有している。豊橋鉄道、東田本線、東田坂上停留場来た。ありがとうございます。